うも皆さんこんにちは、レッドです。今回はとある収録でこのパイプバンパーを今から足付けしないといけないんですけど、これ手磨きでやるとめんどくさいんですよ。今回足付けする対象物が結構こまごましていて、こういうタイプのランダムサンダーでもいいんですけど、無駄に大きいのであまり磨きの効率が良くないなって思います。そこで今回は少しコンパクトなものを購入してみました。それがこちら、オービタルサンダーです。普段使っているランダムサンダーとサイズを比較すると半分以下のサイズです。そして2種類用意した理由としては、こちらが 100V で動く電動タイプ、そしてもう一つがエアーで動くタイプです。ほんのちょっとだけね、エアーの方がコンパクト。そしてメーカーによって性能は変わってくると思うんですけど、電動とエアーどっちが使いやすいのかなっていうのを今回の動画でね、検証していけたらなと思っております。では最初にエアータイプから使っていきます。これ優しいことにですね、ペーパー60枚6種類がセットになっています。そしてこの裏面がマジックテープになっているので、こんな感じでしてくっつけることができます。そして仮にこのペーパーがマジックテープにくっつかない場合でも、この横にフックがあります。フックで挟んであげることによって普通のペーパーでもね、このように固定することができます。なので固定パターンが2パターンついています。そして本体の裏にエア量を調整するためのレバーがあるので、まあ微調整ができるんじゃないのかな。そして私は 200V のコンプレッサーを所有しているんですけど、これだとね参考にならないと思うので、最初は 100V の4ピストンのコンプレッサーを使っていきます。100V といってもハイガー産業のこの4ピストンのコンプレッサーはめちゃくちゃハイパワーです。そしたら手前半分をエアーツールで足付けしていきます。今表半分をやってみたんですけど、かなり軽くて使いやすかったです。でエアーは一応全開の状態で使っていたんですけど、研磨力がそこまで落ちなかったかなって感じなので、エアー効率はかなり良かったです。でこのひっくり返したところを一応 200V のコンプレッサーを使って使ってみます。今 200V のコンプレッサーを使ってみたんですけど、 100V のコンプレッサーの時とさほど違いはありませんでした。なので結構ね、研磨効率がいいんじゃないのかな。ではでは続いて電動タイプ、こちらは京セラの製品で、先ほどはマジックテープでペーパーを固定できたんですけど、マジックテープがついておりません、まあ、なのでこのレバーを使ってペーパーを挟んであげる感じですね。さあ電動はどうかな。それではスイッチオン。あ、めっちゃ静か、めっちゃ静かですよ。あ、いいね。あ、めっちゃいい。これだったらエアーより電動の方が使いやすい。研磨力がすごいのに振動が少ない。エアーツールはね、ちょっとビリビリってする感じがあるんですけど、この電動は手が全然しびれた感じがしません。もうただほんと添えてるだけ。それでは重量を測定していきます。まずはエアーツールでエアーホースを接続している状態、 955g、 エアーホースを取った状態で 783g、
続いて電動タイプ 768g、 結構軽いです。でそしてサイズなんですけど、電動が約 12cm、 そしてエアータイプが約 10cm で、トリガーを押すとまあ 9cm ぐらいかなって感じです、まあ、なので場所によっては使える使えないが出てきます。そして他の違いとしては、エアーは先端にね R がかかっています。そして電動はフラットの状態、まあ、これは使う状況でどっちがいいかっていうのが決まるんですけど、まあ、多少の R が効くところであればエアーツールの方がいいですかね。そして面積なんですけど、エアータイプが 70mm×100mm です。そして電動が 75mm×105mm、まあ、電動の方がほんのちょっとね大きい感じです。この 5mm がすごく重要で、軽トラの荷台のボコボコしたところを磨くときに、こっちのサイズじゃないとねまともに入りません、まあ、なので本当場面によって使い分ける感じです。今回使ったエアータイプは振動の振り幅が広くて、まあ、研磨力はかなり強かったんですけど、長時間作業をしてるとなんか手がしびれた感じになります。あとコンプレッサーの回ってる音がやっぱうるさいかなって感じですね。そして電動ツール、こちらは振り幅が細かくて手に振動があまり伝わってこなかったので、長時間作業でもすごく楽です。そして音が静か。そして今回使ったものに関しては研磨力にさほど違いはありません、まあ、なのでどっちが良かったかなって話になると、電動タイプの方が良かったです。まあ、やっぱ長時間作業で手が疲れにくいっていうのがポイントです。あとは夜中の作業とかでも音が気にならないってのがいいですね。まあ、なので今回の商品が気になる人は、下記の概要欄に詳細を載せますので、ぜひチェックをしてみてください。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて、動画を配信するより先に最新情報が載ってるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。